シャイオグーとエッフェル塔、2010年8月、シャイオグーは、フランスパリ16区にある大型展示会場である。エッフェル塔とは、セーヌ川に架か,かる家ナ橋を挟んで、反対側に立っている。新古典主義建築の様式で、建築家のルイ・ポリット・ボワロー、ジャック・カルジュ・レオン・アゼマによって設計された。広場にあるアポローンの制作は、アンリ・ブシャール作、キュート・ロカデー・ログーと、 同じく湾曲した僧翼の形をしている。この僧翼は、救急殿の基礎の上に建てられている。しかし、救急殿と違い中央部がなく、両翼は離れている。その代わりに、トロカデロ広場からエッフェル塔方面への長官が確保されている。建物は、ポール・バレリーの言葉の異名で装飾されており、内部は、現在、博物館等になっている。 16世紀後半の1583年、シャイオの丘一帯にある大邸宅内市エルミタージュを1542年以来所有するエステ数奇教一方里と二世からフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスがこの地を買い取り新たにシャイ予城を建造した。城は現在のシャイオ風同様に有字型中庭は競馬場の形をしておりテラスは 現在のトロカデロ庭園の場所に備え付けられた。王妃カトリーヌはこのお城にキャサリン・イモントと名付けた。しかし、完成を見ることなく王妃は1589年に亡くなった。1590年夏、ブルボンアーサソウシシャタル、アンリ・4世がパリ包囲戦でこの城に滞在したが、なんとの直令により平和が訪れたため、アンリ・4世あるいはその王妃、 マリー・ド・メディシスはこの城の仕上げを放棄した。その後、アンリ四世の古い愛人や最小らが居住し、さらには1629年、ルイ十三世が、ブローニュの森を挟み反対側のマドリッド城に滞在する間、リシュリューはこの城に居住した。フランス原水アルエ公爵、フランソワ・ド・バスソン・ピエールの影響で、ヘンリエッタ・マリアは、サン・ジェルマン・アンレー城に身を寄せ、 王党派の亡命政権を形成していたが、1651年から、およそ10年間、末娘ヘンリエッタ・アン・スチュアートと共にこの地のシャイオ、修道院に居住した。ラファイエット夫人が、ヘンリエッタ・アンと地遇を得たのもこの頃である。シャイオ修道院は、マザリネットのマリー・マンチーニガミを寄せたり、ルイ14世の公焼け目けだったルイーズド、ラバリエールが二度駆け込んだことで知られている。 その後、フランス革命最中の1794年8月、シャイオ修道院は、タイガングルネル城内にある2000人が働く、黒色火薬ないし弾薬工場の大規模、爆発火災に巻き込まれが返した。1811年、皇帝ナポレオン・ボナパルトが、息子ナポレオン2世のためにシャイオの丘に、ローマ王宮殿建設に取りかかる。建物は、帝国行政や、 軍事の中心となった。この時に、旧社医を修道院の残っていた一部ないし残骸も取り除かれた。ナポレオン追放後の復興を世紀の1824年、フランス王国軍のトロカデロの戦いにおける勝利を記念し、トロカデロの砦を占領したことから、ビラトロカデロプロジェクトが始まった。丘一帯は、トロカデロと名付けられ、エコールミリテール、シャンドマルス公園。 家名橋から直線上につながる社員予一体の大規模建築造成活動が実施されたが完成しなかった。1937年パリ万国博覧会開催に合わせ、1878年パリ万国博覧会に合わせて1876年に建造された旧トロカデロ宮殿が取り壊され、新宮殿である現在の社員予宮が建てられた。 エッフェル塔を背景に行くヒトラー一行1940年にアドルフ・ヒトラーが征服したパリを短期訪問した際、この宮殿の前でエッフェル塔を背景に写真撮影し、その写真は第二次世界大戦の象徴的なイメージとなった。1948年12月10日に、 世界人権宣言を採択した第3回国連総会が行われたのもここシャイヨングであった。現在はそれを記念する記念碑があり、エッフェル塔を見渡す、この記念碑前の広場内市大通路を人権広場内市人権大通路と呼んでいる。パッシー、パリの区別については、パリの行政区、パリ改造等を参照、ミラノ・ヤリオンなどの大司教、 ローマ教皇の座をめぐる戦いに敗れてから造成したテボリノエステア別荘が知られている。ありがとうございます。